皆さんこんばんは、どうも再びの角田です。今日はですね、ちょっと先ほど宇佐美さんの番組でもお話ししたように3人のデザイナーがですね、うだうだと喋るというその後編を、10時半という深い時間でお届けしたいなと思うんですけど、はい、じゃあここからはもうすぐ宇佐美さんに MC をバトンタッチ。はい、なんていうんですか、はい、同じことを喋っていても見てる人は飽きますんでちょっと高尚な話をしたいなと思ってるんです、はい、入り口はね、はい、でさっきちらっとちょっとね、はい、打ち合わせも何もないんですよ。これないんやけども、そのデザインにおける機能優先のデザインと見た目優先のデザインってあるよねって、そこから話膨らむかなっていうようなことを言うたんですけども、はい、いかがです。そうですね、本当雑談のそのもう本当にこのまま流れになるんですけど、うん、ね、最近であればとにかくアップルの商品製品っていうのは美しいのにやっぱり機能も追求して、うんうん、でもやっぱ美しさも追求してっていった右脳左脳ものすごい切り替えながら追求してるんだろうなっていう、うんうん、ちょっと専門用語ですけど角丸っていうね、多分まあでも一個の時に、うん、角っこが丸くラウンドになってることね、うん、角丸角が丸、はい、ああいうものもこうジョブズっていうのはすごいこだわったみたいで、初期の Mac とか、うん、この今皆さんが多分ご覧になってる画面のそのウィンドウのその角が丸いっていうのももともとアップルがそのジョブズがこだわったやつらしいんですね、うんうん、これはまあ言うと機能じゃないですよね。そう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 、美しさに、うん、でもまあジョブズの言うことは世の中には角丸が溢れてるやろ、あの看板見てみろとか、うん、そのビルも全部そうやって言って、うん、やっぱり美しさと機能もやっぱり備えてるのかなって気もするんですけど、例えばその単純なものっていうのはもう機能美だけのものとかあるよ。例えばハサミであったり鉛筆であったりとか、でも鉛筆も転がらないように六角形になってる、そうですね、あれは機能美よね。例えばそうなるとか、あと色鉛筆が丸いのっていうのは芯が柔らかいからそれを守るためらしいね。あ、そうなんですか、うん、壊れづらくするために丸くしてる。でも転がっちゃうけども、うん、でも転がるよりも、壊れづらいを優先して丸くなってるとか、そういう機能優先の美しさみたいなものもあるし、じゃあ我々は何をすべきかってなった時に、うん、まあ、グラフィックデザインとかってなったら機能美ってないやん。そうですね、ただその、まあ、仮にチラシやったとしたら、うん、その内容を伝えるために美しくするっていうのはある意味機能美かも分からへん。で、角田さんのようなパッケージデザインだったら、はい、見た目の美しさも大事だけど、例えば取り出しやすいとか、ね、陳列しやすい、はい、もしくはあのこう折りたたみやすいというのが機能美なのよね、はい、だけどその両立させてよく見せていかなあかんっていうのがあるよな。そうですね、なんか袋なんですけど、例えば、まあ、靴磨くブラシとか、うん、そういうブラシが入ってる袋とかっていうと、皆さん多分気づかないと思うんですけど、下が開くバージョンと上が開くバージョンがあるんですよ、うん、はいはいはい、上が開くバージョンっていうのは実は入れづらいんですけど、その工場でやっぱり横がビリッと破れたりするので、下からスッと入れる方が入れやすいんですけど、はいはい、でも店頭で釣った時にどうしてもこうシールの部分がベロンと剥がれて商品がストーンと落ちるので、なるべく最悪上に上から釣った場合、その蓋が下から上に向かっていってるということになりますもんね、はい、そうするとやっぱり何かのようにビロって剥がれてしまうとストーンと落ちるので、うん、こう入れ替わって、そのためにまあちょっとだけ表面の袋の長さと後ろの袋の長さ、ちょっとだけ袋後ろの方が短かったりして入れやすいようにと、うん、それもこう長すぎるとダサいですし、うん、いらない余計な余白も出てくるので、うん、もう微妙なことなんよね、はい、1ミリ2ミリが違うだけで使いづらくなるとか、そうですね、見苦しくなるとかね、はい、まあ、その大量に生産しているところであればそれだけでコストもバーンと変わりますしね、そうだな、うん、その辺も結構こうどっちを取るかってなかなか最後の決断って難しいんですけどね、そうそうそう、うん、ほんまにその機能美という意味では些細なことで、例えばね、うん、その2次元のチラシとかやったら文字の行間とかっていうのも読みやすくするために開ける、うん、でもここに詰めなあかんから文字を小さくするのか、はい、行間を詰めて行を増やすのかってあるやん、うん、この辺も難しいよね、どっちを取るかね、まあ、それを見るユーザーが、例えば年配の方だったら文字は小さいと読めないとか、そういうのもあるよな、あります、よくそこ本当にまた
前半でお話したまた名刺の話なんですけど、名刺ね、名刺は深い、名刺は特に文字ちっちゃくすればするほど、まあ、かっちょいっちゃかっちょいんですけど、うんうん、でも読めないっていう、僕もね昔言われたことあって、こんな小さい文字されたらわしら見えへんわって言われた、うん、今自分がそうやないよ、見えないのよ小さいと、うん、今度は、うん、それこそポイントで、ポイントで分からへんな、僕器具使ってんねんけど、うん、何器具、まあまあ普通ポイントで言ったら、うん、まあ、例えば食品表示法とかで言ったら8ポイント推奨、8ポイント言ったら、8ポイント言ったら結構